じゃあやってみましょう。今日は宇治寺についてやってみましょう。宇治寺っていうのは豪族の要するに自分の力の象徴ということになるわけなんですけども、はい、こちら聖徳太子が作った寺ですね。2つ覚えてください。はい、四天王寺、これ聖徳太子さんが作りました四天王寺。はい、もう一つが法隆寺ということになります。つまり四天王寺と法隆寺、この2つは聖徳太子さんが作りましたよと。これを要するにしっかりと覚えないといけません。はい、四天王寺と法隆寺、これが聖徳太子さんが作った宇治寺ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。